At the University of Tokyo, the Hirose Tanigawa group has developed an AR system that can manipulate the user's feeling of having eaten enough by changing how big the food appears. This system features a head mount display with a camera and uses image processing to make food look bigger than it actually is. The size of the food in the hands can be changed in real time while keeping the size of the hands constant. The system creates a natural image by using a deformation algorithm to alter the shape of the hands in line with the size of the food. アメリカだと肥満がすごく問題になっていて、そういう研究が多くやられていて、例えばお皿がどの大きさだといっぱい食べてしまうのかとか、どれぐらいの袋の大きさだといっぱい食べてしまうのかとか、そういう研究があって、まあ、その一環として食べ物の大きさを変えてみたら、食べる量が実際に変わったというのを我々が確かめたということになっています。被験者はこれまで12名ぐらいで、実際に食べる量が変わるのかっていうのを、かなり厳密な実験条件で試してみたんですけれど、食べ物を拡大して 1.5 倍の大きさに見せると食べる量が 10% ぐらい減ると、で、3分の2ぐらいの大きさにすると食べる量が 15% ぐらい増やせるっていうことが実験で分かっています。今は、このメガネ型のものだとブルーバックで黒巻きで抜いていますが、いろんな食卓でどんな食べ物でも使えるように、もっと賢い画像処理の技術を使って食べ物だけを判別してあげる技術というのを作って、まあ、一般の家庭でも使えるようにしようと思っています。将来的には、例えばこれはカロリーが高いからあんまり食べない方がいいみたいなものは自動的にコンピューターが大きくしてくれると、でこれはもっと食べた方がいいみたいなものは自動的にちっちゃくしてたくさん食べれるようにするとか、コンピューターが入ってくれると人間が意識しないで健康な食生活が送れるっていう技術ができたらいいなと思ってます。